おはようございます。今日は松代テレビの撮影講習会ということで、松代の宝物館の隣にあるおやき屋総本舗に来ております。喫茶店も開かれてますので、今日は観光客をお連れして、新潟からでしょうか。はい、あ、メンバーです。はい、あ、そうですか。今日は何時頃、津軽を7時半に出発してきて、高速道路、北陸自動車道、上信越と通ってきました。松代の印象はいかがでしょうか。やっぱり城下町とか近くをなどあって、観光地の多いところ来てみて、今日は喫茶店もやってますし、行けたらなと思います。はい、これからどちらへ。これから安曇野に行きまして、その後は棒トンネルを越えて岐阜県奥飛騨温泉。いや、ありがとうございました。突然のインタビューで申し訳ございません。ありがとうございます。以上でございます。はい、こちらは小垣屋総本店の前です。その横に、松代の盾が開かれております。普通にこう開かれましたみたいな感じで、これ動いちゃ面白いですかね。動いてるのはダメなんですかね、あまり。皆さん撮ってらっしゃいますね。カメラがすごいから今。はい、やっぱりまずないのは分かってますけど、やっぱり三脚がもしこれあったら随分ですね、印象変わると思います。それで、ですね、パンとかでやっぱり気になったのは、パン、レギュラーシャンパンっていうのは最初にロングとかアップとかって話しましたけど、ご自身が今これがこの花のアップでもロングにしようかなとかって迷いが出てしまうと、見方がちょっと分からないとかってしまうんですね。見方がというか、この花の一番綺麗なところを見せたいと思って、アップでこの花のアップを取ると決めたら、もうそこでこらえて、で、ここはロングと決めたら、ロングにしていただくといいのかなという感じです。最初のインタビューなんですけれども、それぞれ町の放送局とか NHK とか、で、これ方針でいろいろあるんですけど、私たち普通のニュースの時は、普通のニュースの時はこう記者を取らないで、顔を取ると決めたら、もうそれはもう顔を取っといて、質問などをここへ、で、両方取っても別に構わないんですけど、2人取るんだったら2人取る、今2人取ってる、はい、1人にして、2人にしてるっていうのを、言い聞かせてやってるといいと思います。だから基本はフィックスっていうのはそういう意味で、今、仮に手持ちであっても、自分はここっていうのを、はっきりさせるっていうのが、いう感じですね。最初のロングとかなんか分かりやすいようなことですけど、やっぱり三脚あれば、安定した感じです。インタビューする人はいらないよね。する方は。される方が主体だからされる方の顔を撮ったり、その時にニコッと笑ったりするのを大事にしたいと思えば、やっぱり訪れた観光客の顔に集中して